石橋玲と申します。どうぞよろしくお願いいたします。修学旅行とか宿泊研修とか学生たちが集まって一箇所で一緒に夜を過ごすっていうことになると怪談話に花が咲くことも多いのではないでしょうか。私が小学生の頃は5年生になると代々その学年が宿泊研修に行っている施設がありまして、この施設というのがロッジが何棟か建ってる、ここに班ごとに分かれて宿泊するんですが、それぞれのロッジには鳥の名前がついていました。このロッジのうち括弧というロッジに泊まると壁のある場所に落書きがあると、この落書きが実は血で描かれたもので、運悪くその真下に寝袋を敷いて寝ることになると呪われて後に恐ろしい目に遭うとか自殺してしまうなんていう話がですね、代々語り継がれていました。ただ実際私たちの代も宿泊研修に行って各校の路地に泊まった人もいたんですが、自殺者が出たりとか恐ろしい目に遭ったっていう話は未だに聞いたことがありません。中学校に上がってから他の学校から上がってきた人たちにこの話をしたところ、他の小学校でもやはり似たような話があったそうなんですが、ロッジの名前がいや括弧じゃなくヒヨドリだったよとか、いやウグイスだったよとかっていうふうにバラバラでですね、実はこれは噂におひれがついて大きくなっただけのいい加減な話なんじゃないかっていうふうに思いました。ただこういった噂話昔からいろいろ伝わってるみたいですね。私の父も林間学校の宿泊先にそういう噂があったっていうふうに言いまして、それにまつわる実体験の話を聞くことができました。父が林間学校で行った施設はですね、旧日本軍が使っていた施設だと言われていて、そこで亡くなった兵隊さんたちの霊が今もさまよっていると言われていたそうです。夜になると行進する足音が聞こえるとか、号令をかける声が聞こえるとか、そういう噂があったそうなんですが、実際父が行った時も夕食を食べていると先生がそうした怖い話をしだしてですね、夜トイレに行く時は道に気をつけろよって言われたりだとか、あと怖いやつは寝る前に必ずトイレに行っとけよって言われたそうなんです。まあ父はそういった話全く怖いと思わなかったので普通に就寝して眠っていたそうなんですが、眠りについてしばらくした時、わいわい起こされたんだそうです。起きると隣に寝ていた友達がいやごめん俺トイレに行きたいんだけど一人じゃ怖くて行けないから一緒に来てくれって言うんだそうです。そこの宿泊施設、宿泊棟とトイレ棟が別のところにあって、この間何百メートルかある。そこを何も明かりがない中懐中電灯だけ持って歩いていかなきゃいけないので、夕方の先生の話もあるし怖いなって友達思ったみたいなんですね。で父の方はというとそんな話怖いとも思っていないし、夜中に一旦起こされてますから一緒に行ってついでに用を足してきてもいいだろうと思って、あいいよと OK したそうです。二人で宿泊棟を出てトイレ棟の方に行きました。トイレ棟はかなり古くてボロボロになっていて、で穴だけポカッと開いた汲み取り式の便槽が3つ、それが壁で区切られて3つの個室になっていたそうです。そのうちの2つに隣り合って友達と父は入りました。で父がしゃがんで用を足してると隣の友達が入っている個室の方の壁どんどん叩く音が聞こえるそうなんですね。ノックしてる、どうしたって声をかけたんですが、どん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 ノックの音だけが返ってくる。いやどうした、紙でも忘れたか、どんどんどんっていう音に混じってボソ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 何か言ってるのが聞こえるそうなんです。
声ちっちゃくて聞こえないからもっと大きい声で言って」って言うと、ボソボソボソって言ってた声が、隊長さん、隊長さん、隊長さんって言ってるようなんです。あ、これはって父は思いました。夕食の時に先生がしていた話なんじゃないかと。母、横の友達、怖いからついてきてくれなんて言ったけど、実は自分を脅かすつもりで連れてきたんじゃないかって思ったそうです。そこで、いやそれさっきの先生の話だろ、俺そういうの怖くないから、無駄だからって言ったそうです。けど、隊長さん、隊長さん、しつこく友達は言ってる。いやだから無駄だから、そういうのやめろって、隊長さん、隊長さん、どんどん声が大きくなるらしいんです。怒りかけてはって気づいたんですね。隣の友達が声を出してるんだったら、隣の個室の方から声が聞こえてくるはずなのに、響いてる場所が違うんですって。もっと下、足元の方から聞こえてるような気がする。自分がしゃがんでる便装の穴の中で響いてるような気がする。父も気持ちが悪くなって、何なんだろう、とにかくこの個室を出たいと思って立ち上がりました。で、服を直しながら個室を出ようと思ったんですが、今度足が動かないんです。持ち上げようとしても持ち上がらない。え、なんだこれ、思って足元を見たら、ぽっかり開いた便装の穴からぐわっと出た手が父の足首をぐっと掴んでいたんだそうです。それ見た時思わずぎょっとして、そっから先の記憶が定かではないそうです。気づくともう朝になっていて、トイレ棟の3つある個室のうち真ん中の個室で父は眠り込んでいたそうです。とにかくわけがわからないけれども、宿泊棟に戻って自分を連れ出した友達を起こしました。起きたところ、いやお前昨日のは何だと怒ったそうなんですね。俺を脅かすためにトイレに連れ出して、しかもこっちがびっくりしたら置いて逃げたのかと。そうするとその友達、何のことだ、キョトンとしてるそうなんです。いや俺夜トイレなんて行ってないぞ、寝てたぞと。その後朝食の後に先生にその話をしたところ、いやー、ここ旧日本軍の施設だって昨日言ったけど実はなっていう話になって、すごく厳しい上官がいて部下が何人も殺されたことがあるんだ、ある人は逃げようとしたのを見つかってトイレの中に叩き落とされて、上がってこられないように木刀で殴られ続けて亡くなった人もいるっていうことだったんだそうです。学校の階段の類、ほとんどの人は聞くだけで体験することなく噂として通り過ぎると思うんですが、でも同じ話が全国各地に伝わっていることを考えると、元になった事件が必ずあるはずだと思うんですね。そして身近な人に聞いてみることで、単なる噂話だと思ってたことが実体験として蘇ることがあります。